耳で読む。シュタイナーの神秘学。40。宇宙の進化と人間。19。危機物語。その7。地球期。これまで、素描風に月期の進化過程について述べてきたが、この経過が終わった後、そこに登場してきた全ての本性たち、あるいは全ての働きは、より霊化された存在形式を取るようになる。この存在形式は、月期、あるいはその後の地球期の場合とは、全く異なった在り方を示している。月期と地球期の進化過程を、その細部に至るまで、全て知覚できるほどの優れた認識能力の所有者でさえも、月期と地球期の間の時期に生じる事柄を霊視できるとは限らない。そのような能力の所有者にとっても、存在たちとその働きとは、月期が終わると無の中に消えてしまい、特定の期間が経過した後で宇宙母体の暗闇の中から再び立ち現れてくるとしか思えない。ただ、それよりも、はるかに高次の能力者だけが、そのような中間期に生じている霊的諸事象の経過の跡をたどることができる。土星期、太陽期、月期の進化に関わってきた本性たちは、この中間期が終わると、新しい諸能力を身につけて出現する。人間の上に立つ存在たちは、これまでの行為によって、人間をさらに一段と進化させる。人間は、月期に続く地球期に、月期固有の継承意識よりも、一段と高次の意識を獲得できるようになる。けれども、その前に、まずそれを受け取るための準備をしなければならない。人間は、土星期と太陽期と月期の進化を通して、肉体と生命体とアストラル体とを自分の本質の中に組み込んできた。けれども、それらの本性だけでは、継承意識を生み出す働き、もしくは能力だけしか受け取れなかった。それらの本性には、地球期の我々のように、外にある感覚対象の世界を知覚するための器官や形態がまだ欠けていた。今年の植物は、前年の植物から生じたオーガの中に含まれているものだけしか成長させられないように、この新しい進化段階が始まると、まず、人間の3つの本性は、継承意識だけしか発達させられないような、形態や器官を伴って現れる。だから、高次の意識段階を開発するには、それにふさわしい準備が始められねばならない。このことは、地球進化の発端に現れる3つの全段階を通してなされる。その第1段階においては、肉体がある高みにまで引き上げられ、新たに始まる対象意識の基礎を作るのに、必要な形態を発達させる。この全段階は、高次の段階における土星期の繰り返しだということができる。なぜなら、土星期における場合に似た仕方で、この時期にも、高次の本性たちが、もっぱら肉体だけに関わっていたからである。その結果、肉体は、すでに、十分な進化の過程を遂げることができた。しかし、生命体も、それに見合った進化を遂げるために、あらかじめ、すべての本性たちが、再び、高次の存在形式の時期、プラライアを通過しなければならない。そこでの肉体は、いわば新たに居直されて、一層、高度の形態を持つようになった生命体を受け入れることができなければならない。高次の存在形式を取った、この中間期が終わると、次には、一種の太陽期の繰り返しが、高次の段階で始まり、それによって、生命体が成熟を遂げるようになる。そして、再び次の中間期、プラライアが終わると、次には、月期を繰り返しながら、同じような事柄が、アストラル体のためにも生じる。ここで、我々は、今述べた、3度目の繰り返しが終わった後の進化過程に目を向けねばならない。すべての、本性やその働きが、ここで再び霊化される。そして、霊化の期間中は、高次の諸世界にいる。この霊化期間中に知覚できる対象界の、最も、定時の世界は、現在の人間が、
地と神聖との間に滞在している霊界に他ならない。すべての本聖たちは、その後、再び、デイジの諸世界へ下降していく。そして、地球紀の物質的進化が開始される直前には、アストラル界、魂界の中に姿を現すようになる。この時期の人間は、まだアストラル形態を取り続けていた。その状態を理解しようとするなら、当時の人間が、肉体と生命体とアストラル体と思ってはいたが、その肉体も生命体も、もっぱら、アストラル形式の中で存在しており、物質的もしくは、エーテル的形式の中では存在していなかった、という点に、特別の注意を払わねばならない。その肉体を、物質的なものにしているのは、物質形式なのではなく、アストラル形式の中での肉体に物質法則が作用しているという事実なのである。当時の肉体は、魂的な形式の中で、物質的な法則性を示していた。同じことが生命体についても当てはまる。この時期の地球を霊視すると、そのすべてが魂と霊の存在であった。したがって、物質的な力も、生命的な力も、まだ魂的な仕方で現れていた。当時の地球は宇宙体として、その後、物質的な地球の被造物となったすべての存在を、オーガとして含んでいた。地球は輝いていたが、その光は、肉眼によっては知覚できないような光であった。それは、魂の光であり、賢者の開かれた霊眼によってのみ見ることのできるような仕方で輝いていた。さて、この宇宙体の中で、濃縮と呼び得るような経過が現れる。濃縮過程を通して、この魂的な構成体の中に、やがて、火の形態が現れてくる。その現れ方は、土星期の最も濃縮した状態に似ていた。この火の形態は、地球の進化に関わる様々な霊的な本性たちの働きによって生じた。そこでは、様々な霊的な本性たちが地球という巨大な火の玉から現れたり、その中へ没したりしていた。つまり、その本性たちと、この天体とが相互に作用し合っていた。この巨大な火の玉は、一様に作られているのではない。魂と霊の様々な働きが織りなす一大有機体なのである。現在の人間になるべく定められた存在たちは、まだこの時点では火の玉の中へ入っては行かずに、まだ濃縮されていない大気圏の中で、高次の霊的本性たちに包まれて存在し続けた。そして、魂の一部分だけで火の地球に触れていた。その結果、熱が彼らのアストラル形式の一部分を濃縮させるようになった。そのようにして、彼らは地上で生活するようになった。彼らの存在の大部分は、まだ魂界と霊界に属していたが、地上の火に触れることで、生命の熱をも受けるようになった。物質的な地上の時代の発端に立つ人間の姿を、感覚的、超感覚的に原始しようとするなら、魂的な要素だけからなる卵型の構成体を考える必要があるであろう。そのような構成体として、人間は地球の大気圏に存在していた。その底辺の部分は、まるで菓子の実のように、一種の皿で覆われていた。皿とは言っても、その部分の成分は、熱、もしくは火だった。そのような熱によって、底部が覆われていたので、人間の中に生命が添加された。そして、それと同時に、アストラル体にも変化が生じた。すなわち、後に感覚根となって現れるものの最初の方が、このアストラル体に組み込まれた。したがって、この発展段階における人間は、感覚根とアストラル体と生命体、並びに、火によって構成された肉体からなる存在だった、ということができる。この人間のアストラル体の中には、人間に関わりを持つ霊的本性たちが、様々な仕方で働きかけていた。人間はまた、感覚根を通して、地球そのものとの結びつきを感じ取っていた。このようなアストラル体と感覚根を通して、人間は、
主として継承意識を働かせていたが、その意識の中で霊的な本性たちが自己を表していたので、人間は自分がこの本性たちの庇護のもとに生きているのだと感じていた。一方、人間の身体感覚はもっぱらこのような意識の中の一つの点のようなものでしかなかった。人間はいわば霊界から地上の存在物を見下ろしながら、これはすべてお前のために存在していると感じていた。さて、地球の濃縮化はその後ますます進行していく。そしてそれとともに、前に述べた人間の本性もますますはっきり分化していく。この進化の過程があるところまで至ると、その本性部分のわずかしか人として残らないほどにまで濃縮化が進行する。残りの部分は気体または空気と呼び得るような形態を取るようになる。それとともに人間もまた変化の過程をたどる。今や人間は地熱の働きを受けるだけでなく、その日の体に空気の成分を組み込む。そして熱が体に生命を添加したように、人体を取り巻く空気が霊的な音響と呼ばれる働きを人体の中に呼び起こす。つまり人間の生命体が響きを発し始める。そしてそれと同時に、アストラル体の一部分が独立して後に現れる五星魂の最初の方がとなる。当時の人間の魂に生じた事柄を想像しようと思うなら、地球紀の火と風からなるこの体内に、人間よりも高次の存在たちが活発に働いていたことに注意を向けなければならない。火からなる地球の人間にとってまず重要なのは人格霊である。そして人間が地熱によって生命を吹き込まれた後、人間の感覚根はそこに人格霊の働きを見る。同様に、すでに本書が秘教的キリスト教の用語で大天使と呼んだ霊的存在たちが空気体の中に顕現する。空気に包まれた人間が自分の中に音響として感知するのは、この大天使たちの働きだった。そしてこれが大天使なのだと納得するのは五星魂なのである。そのように、この時点での人間が地球との結びつきの中で知覚するものは特定の物質対象ではない。人間は自分の方に立ち上ってくる熱や音響に浸っていき、そしてこの熱の流れや音の波の中で人格霊と大天使を感知していた。もちろん人間はこの霊的存在たちを直接的にではなく、いわば熱と音のベールを通して知覚できたに過ぎないが、このような知覚内容が地球から人間の魂の中へ浸透する一方で、魂の中では依然として高次の存在たちの継承が浮動しており、自分はその継承に包まれていると感じていた。